いしょーい。何なの。ロボチャンネル、ロボチャンネル。8月29日がお父さんの誕生日なんで、ご飯を作りたいと思います。チーズを串に刺していきます。指刺さんように気をつけよ。チーズだから硬い。できるだけこの真ん中に。よし、刺せました。全部まずサランラップを敷いて、その上にご飯を乗せます。これでいいかな。乗せたら次はこの串に刺したチーズをご飯の上に乗せます。そしてくるんでいきます。ガチ。さっき、あっち、あっち、なんか、待って、あっち。ドドドドド。仕上げはお母さんでいこう。仕上げはお母さん。次々じゃあ渡る。やっていってください。よし。お米を乗せます。こういう時もあれやで。目の運動やで。しながら無理やだ。赤抜け企画中やろ。目はつけてないけど。キュッキュッて目を。ドンキュッドンキュッ。並べませんでした。並べませんでした。ちょっとぐちゃぐちゃになってしまうかもしれない。これに、おー、ドリル。たけるちゃんは頑張って今プレゼント作ってます。やばいやばいやばい。あっちぃ。大丈夫。うこうやって丸めてやったんじゃー。僕は器に弱いんです。お母さんも弱いね。つまみ食い。よし、わっしゃい。えい、わっしゃい。熱すぎだろ。なくなった。続いては肉を用意しましょう。こんな感じのね。まずこれを敷きます。だいたい3枚出してください。そしてここに乗せます。そしてちょでかです。ちょでか、はい。何しとんの。お米とともにでかいな。なんかでかくなった。お米結構でかいな。お米とともに肉を巻くはずだったのに一部だけ残っちゃったじゃないか。なんかあこにさ、ご飯粒ついとで、完全につまみ食いしたのバレバレやで。気のせい。こんな感じさ。よし、これでできたにゃん。ここに片栗粉をかけます。片栗粉、ちょっとこの感触言えん。片栗粉ジュージュー言ってるね。ジュー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 。私を見る。さて。あ、これよくね。うん、じゃあ反対向けて。焼けてるー。あっちゃん、猫さいさーい。なんなの。すき焼きのタレを入れていきます。はい、ちゃんくん元気にしてます。さっきからめっちゃ催促してくるよ。もうご飯も食べたのに。チュール後であげようか。甘やかすから太るんやで。今日、お父さん誕生日やからね。団子関係ない。いや、みんなもごちそうにならないと。俺たちもごちそうするんだ。ケーキとグッズ。もうチュール食べとんのに。やった、銃言うてたね。まあいいや、ふぅ。まあいいや、ふぅ。まあいいや、はぁ、はぁ。ついにできてしまった。見てください。うわぁ、チーズ出とる、こう。やばいて。お父さん、お誕生日おめでとう。イエーイ。カタルくんがこれ作ってくれました。おーおーおー、すごい、美味しそう。じゃあお父さんに食べてもらおうか。あ、俺も食べる。いただきます。
味はすごい美味しい。裂けるチーズはまだ硬い。あ、そうか、そうや、ね、うん、それがビヨーンと伸びる予定やったけど、うん、やっぱりうまいっすわ。やっぱりマコロン刺して食べた。マコロン予定ではビヨーンの予定やったけど、ちょっとビヨーン、うん、美味しい、チョコ味、うん、美味しい、めっちゃ美味しい。じゃあ食べよう。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。そう、渡るが一人で作った。お母さんが手伝ったりしたけど、ほとんど渡る。タケルは、タケルキャンプレゼント。楽しみやな。もう一個もらおう。美味しいわ。めっちゃ美味しい。ほんま、これは作ってほしいな、うん、みんな。ケーキ食べる？タケル。食べる。はい、どうぞ。ケーキいただきます。じゃあここで、わたるくんとタケルちゃんからお父さんに誕生日プレゼントがあります。イエス。はい、こっちにもいい。どっちから見てる？これ。じゃあタケルちゃんから。いや、いいわ。じゃあ俺で。じゃあ渡くんからお願いします。プレゼントちょうだい。今までいろいろなプレゼントをあげてきました。そして僕は考えました、うん、今までみんながもらったプレゼントを当てるクイズ。イエーイイエーイ。怖すぎてびっくりした。ルール説明をします。1から5までから選べます。お父さんがもらったプレゼントを当ててみてください。はい。第1問、ベイブレード。2、トミカ。3、くじ引き。4、ブラシ。5、ガチッとゲットだぜ。難しいな、これは。いや、ガチッとゲットだぜ、絶対。難しいぞ。ガチッとゲットだぜは絶対じゃ。いや、5番じゃない。ガチッとゲットだぜ。わざとや。わざとや。ベイブレードはあるで。ベイブレードもらった記憶ある？あるある。ないやろ。トミカも怪しいな。トミカも多分1歳ぐらいの時もらったはずやから。それは引けよ。ブラシもありそうやな。ブラシ、お父さん2歳の時の誕生日プレゼントブラシやった。嘘やろ。嘘やろ。手生えとった。正解は1番。1番ベイブレード。ベイブレード。渡るからもらった。渡るからもらった小6の時の誕生日プレゼントがベイブレードだった。渡るからもらったプレゼントベイブレード。俺がもらったやつ。じゃあ6番。6番ねえよ。6番ないよ。3番、くじ引き。正解。正解。前の前にくじ引き。確かにクイズにはそこにある番号に何を示しているか当ててください。はい、書かれてる数字が5、6、8、12。ゴロ、ゴロや意味違う。ゴロや意味。全部足したら31か。違うな。誕生日今日。5月、6月、8月、12月誰や。誰はおかしいわ。6月は分かるで。6月はタケルの誕生日や。8月はまあ自分の誕生日や。12月はワタルの誕生日。お母さん言うな。5月で誰の誕生日。ここまでできたら分かるやろ。5月って誰やねん。そんなやつおらへんやろ。お母さん、お母さんや。あ、今思い出した。お母さんは確か38年前の5月11日やな。38年前。1983年。違うで。5月11日生まれ。違うで。よっしゃ、全員の誕生日や。最後はこれだ。え、紙飛行機。これちゃんと飛ぶ。紙飛行機飛びます。めくります。紙飛行機がお手紙なの。手紙な。手紙。ああ、読んで。楽しみだ。お父さん、お誕生日おめでとう。今まで育ててくれてありがとう。はい。いろんなことを教えてくれてありがとう。はい。トイレ。今まで約10年間ありがとう。そして1年間に1回しかない誕生日を今日思いっきり楽しんでください。今日もう終わりやな。もう夜や。終わりなんだ。ありがとう。これが渡るのプレゼントやな。うん。はい、ありがとうございます。たけるちゃんのプレゼントは、まずはマカロン、チビサイズマカロンと、チビサイズのお皿。マカロンを折り紙で作ってくれました。おー、すごい。これ食べていい？え、いや、食べれない。はい、マカロン。うん、あと一つね、米作ったんですけど、あのタンくんっていうやつがバーってやって、お米を作ったの。
あれお米お米を作ったらタン君が散らかしちゃったうん、そして、うん、もうなんか用意しよったらさ、なんかさもう消えとったよ、それがどこって思って、お皿だけ置いてあったよあと、それのおもちゃこれこれで、チビサイズセットは終わり。チビのちっちゃい紙飛行機、え、それ結構飛ぶで、おまっちゃった。あとこれ、よく飛ばへん、よく飛ばへん。 あとな、これでかいお皿なんやけど、これに普通は乗っとったよ。それに米が乗っとった。米とチビサイズのあの2つが乗っとった。あとそれとビッグサイズの紙飛行機。ビッグサイズ紙飛行機。これよーくめっちゃ飛ぶんだ。すごいよ。でかい盾。かっこいいやん、これ。あとほらこれ持つところがついとる。お父さん攻撃されても大丈夫それ。うん、大丈夫やないと。はい。はい、ありがとう、たけちゃんです。はい、お父さん誕生日。はい、ありがとうございます。かけてもうあれ作ってた、時間かかったなあと米切るのめっちゃ時間かかった、ま、でもそうだ、ハッピーバースデーソング歌ってないよ。もうそうやな。ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーよだしー、ハッピーバースデーディアお父さん、ハッピーバースデーよだしー、大丈夫言っていませんでした。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。